こんにちは、松岡きっこです。男と女の世界ってのはとにかく難しいものね。恋人に振られて世をはかなんでいる女の子がいるかと思えば、恋人ができなくて世の中を恨んでいる男の子がいる。だけど不思議なことに、今日もまたどこかで新しい恋が生まれているんだな。男と女。神様ってのは本当に厄介なものをお作りになったんだわ。1プラス1イコール2。これは子供だって知っていること。なのに、一人前の男と女でも、ひとたび恋に落ちるや、1プラス1イコール1を強固に主張し始めるんだな。つまり、心身ともにべったり一つにならなくちゃ気が済まなくなるんだわ。だけど、どうもがいたところで、1プラス1はやっぱり2。理想ばっかり追いすぎると、別れも早いってことなのよ。お互いに気をつけなさいよ。Thank you.
頃、一見して未経験者とわかる若い男の子が、ベッドの上の女なんてものはね、なんておしゃべりしてるのをよく聞くわ。かと思うと、何もかも知っているくせに、ねえ、あれってやっぱりあれのこと？なんてとぼけている女性もいる。どっちもどっちだけど、恋をするときは、すべからく初心に帰るのが一番。恋はおもちゃじゃないんだから。相手が自分に好意を持っているなっていうことは実によく分かっちゃうものね。だからこれが逆さまになると悲劇なんだな。つまり片思いっていうやつ。なのに女ってその気はないと知っていても好きな男が辛そうにしているとつい一度だけよなんて運長にほだされちゃう。女が一度許したらそれっきりで終わるわけはないのに。でしょ？
男と女の間に恋が芽生えると、悲しくも美しい人間の本能とかいうものがどうしても二つのものを一つに従る。そこでだ、男と女はホテルに消えるのだ。散々泣いてからやっとうんってうなずく女の子と、うんって言ってから泣いちゃう女の子と、どっちが可愛いんでしょうね。ま、どっちにしたってホテルに入っていくのは同じ。手の上ならば尊敬のキッス、額の上ならば友情のキッス、頬の上ならば恋のキッス、唇の上ならば愛情のキッス、閉じた目の上ならば憧れのキッス、手のひらならば懇願のキッス、腕の上ならば欲望のキッス、その他はみんな狂気の沙汰。
ねえ。うん。ねえ。ねえ。ね。そう。ホテル代はやっぱり割り勘にしといた方がいいわよ。初めての朝、そっと目覚めた二人は、どんな挨拶をしたら一番素敵かしら。もう他人で亡くなった男と女。そんな時の言葉がきっとあるはず。彼の胸にもう一度深く持たれて、私ならきっと言うな。たった一晩なのに、あなたとっても痩せたわね。保険に入りましょうね。優しすぎるんだな、私って。Thank you.
ーテンの隙間から差し込む朝日も、窓の外で聞こえる鳥の声も、この世の中にあるものすべてが美しいものに思える朝。女はそんなひとときだけのために生まれてきたんだと思うの。せめて行ってみたいじゃない？あげてよかった。燃える夜が終わり、朝が来る。名残を惜しむ恋人の会話は夢のあるものであってほしいのに、中にはひどいのがあるらしいわ。旦那と比べてどうだった？いやね、それよりね、うちのが勘ついたらしいのよ。恋地獄ってきっとこのことね。Thank you.
愛はガラスだって誰かが言ったわ。いい加減に掴んだり、しっかり掴みすぎると壊れてしまう。だけど女は恋に溺れると身も世もなく言ってしまう。嘘でもいいからしっかりと抱いて。もっと、もっと強く。短く笑って長く泣く、それが恋の習い。それが激しければ激しいほど悲しみは強く長いものよ。別れがあるから恋は美しい。Thank you.
女の子が一人で泣いているのを見かけた時なんか、わけもなく男が憎くなる時がある。だけど、女は騙された男でも、心底憎みきれないものがどこかにあるもの。だから思うの。愛し合ってるのに別れるより、憎しみ合って別れる方が、どんなに楽だろうって。指さして、そっから動くな、なんていう男はいないはずよ。なのに、若い娘の心に向かって、僕一人だけを永久に愛しておくれ。他の男には目もくれないで。という男の多いこと多いこと。だから、いつの世も、いつの世も、あなたを愛する人は、あなたを泣かせるはずよ。
うん。